奈良市の県立図書情報館で、通算100回目となる公開講座、図書館劇場が開催されました。千田実館長とゲストが講演する図書館劇場は、平成18年5月のスタート以来、通算100回の節目を迎えました。古代史を中心に歴史学や地理学を交えた講座は、奈良の歴史を学べる場として利用者の人気を集めています。 回記念の講演では千田館長が忍徳天皇陵などの巨大古墳を特徴とする河内王権について解説しました続いてフリーアナウンサーの都筑由美さんが明治時代の日本に近代西洋医学を広めたドイツ人医師ベルツの著作を朗読しました今日な 図書館劇場は次回は5月28日に開催される予定です。